は赤星赤大吉瀬尾赤星マシマシ TV。 はい、よろしくお願いします。ということで、麺屋上板さんという、上板橋にあるので上板さんですね。ここはですね、ちょっと一癖あるお店でして、そうですね、上板橋から徒歩2分西口なんですけれども、こちらですね、もともと家系ラーメン専門聖夜だったんですね。聖夜、そうなんです。ところが冬にですね、ブランドを脱退しまして、そうですね、そう、独自のお店になったという。確かに聖夜の看板のポスターがそうだね、外観は、まあ、家系があるんでザキさんと一緒に行ってます今回は、家系もあるんですね。そうなんですよ、残ってるんです家系も、まあ、ラーメン、野菜ラーメン、つけ麺、油そばなど。あ、ちなみにオーダーで後払い制ですね。あ、そう、食券制じゃなくて、ね、食券制では、ございません。あの油そばなんかもあったりして、うん、でですね、二郎系は神豚ラーメン、つけ麺、混ぜそばとあって、今回はラーメンの大盛りを一応選択しているよと、おいおい、こちらですね、こちらですね、はい、さあどんなのが来るんでしょうかということで、着丼なんですが、ちょっと待って、その前にライスが、まあ、無料。やっぱ家系だね。そうなんですよ、ね、僕がいつも家系に行ってライスを頼むときにやることをやってます。なるほど、ね、まず先にこういろいろ、まあ、着丼のやつを前に、ね、全部入れて、まあ、黒胡椒もね入れまして、で最後にラー油をねピュピュッと入れるんですが、武蔵屋系列行くとねここに漬物もあって、あーそうだね、そう、前菜みたいにライス食ってるけど、そうなんですよ。じゃあライスは無料の時間制らしいんで、あ、時間帯によるらしいですね。あ、そうなんだ、はい、なるほどね。それはザキさんの番組で、はい、はい、僕の方で紹介してます。そうですね、はい、で私は今回ニンニクの味込みは大盛り背脂もやしということで、ニンニク増し無料の背脂もやしもデフォルトなんですが、増すのは一応有料ということですね、そして僕なんと別日でつけ麺食べてます。マジ、え、そうなんそうですよ今知ったそれだけじゃありません、混ぜそばも食べてます別日で実は全種類もうコンプリートしてるんですよ。何回行ってんの？もう3回行ってるんです。マジで、はい、知らなかった。美味しいですね一応。でラーメンは初ということで、はい、豚から行っちゃいましょうね。これとっても柔らかい肩ロースでしてね、これ家系にも合いますね、これね、二刀流豚、同じでしたよね多分。豚は、あ、でも俺のやつもうちょっと細かった。あ、細めの、まあ、一応でも、もしかしたら違う可能性もある肩ロースだとは思うんですけど。なるほど、はい、スープ、これがですね、まあ、家系を感じさせる動物系の香り、とパーン来るんですね、その強さが。あ、じゃあ二郎系としてはちょっと独自の、まあそうだね、スープなのかな、乳化なのか非乳化なのかもちょっと微妙、どっちなんでしょうという、感じでしたが、そんな中背脂、モア脂で美味しい、ね、結構増してますね、そしてお野菜、これキャベツがあんまないんですね、はいはい、実は。でもやしオンリーなんですけども、ほとんどね、これシャキというよりかね、サクサクとした、なんでしょう、美味しい感じの、味付けでしたね、はいはい、味付けって茹で加減が、パロパロって言ってますけども、量も結構張ってましたね、そして麺、並250、中370、大盛りがなんと500ということで、2倍、まあ、2倍だね、並大抵の量じゃないんでね、そう、映像だと分かりにくいかもしれないけど、器がそもそもでかすぎる。でかいよ、本当に。そうそう、京都次郎と同じ量ですね、500というのは、あれですね、小袋のちっちゃい方が170センチあるみたいなことですね。あ、そうね、2人ともでかいね一応そうだね、ちっちゃくはない、相対的に小さくなっちゃうパターン、まあ、ゴムゴムとしてる極太麺で、家系の場合は細か太選べるんだよね。そうなんですよ、まあ、ちょっと迷いましたが、そこら辺どっち選んだかのお楽しみということで、私は太麺しか選べません、二郎系はね。で、千夜上板橋店の時代にはですね、二郎系はなかったんですね、もちろん、で、独立した時に、まあ店長さんと言える人がほぼ二人いるんだけども、サブの方の店長さんが考案したらしいです。もともと二郎系が大好きだということで、そうということで、後から考えられてる、非常に美味しい。さて、ニンニクいきますね。普通の大きさ平均マッシが多いんですね、めちゃくちゃ多い、一番乗ってる部分は中火でいくね、まろやかなんですね、意外と。まろやかに、意外とまろやかニンニクでして、まあ、ザクザク豪快に麺とともにすすれるのが美味しいですね、こんなうなずいて食べられるのもあまり辛くないからというところがありますね。そうだったんです、はい。で、ニンニクはですね、一応これだけならマシマシもできるんで、っていう風に言ってたんだけど、一応聞いた方がいいです。なるほど、一応聞いてください、はい。さあ、そしてきました、こちらサービス味玉いただきました、ありがとうございます。黄身ややかた、スープがこうね、どんどんなんかこう染み込んでいくんですね、このタイプだとね。
とても美味しかったです。ありがとうございます。これはぜひともレビューしたかったです。味玉いくら？50…70…100円かな。ちょっとどんどん上がっちゃった。確認を、はい、しょっぱレベルは4ということでございます、ね、これお醤油なんで、はい、お醤油なの。これね、完全お醤油辛めじゃない。はい、あ、なんか一応餃子とかサイドメニューもあるね。あ、そうそう、左上に出てくるけど。お醤油だ。お醤油ですね。餃子490円なんですね。あ、そうそうそう。500円でも480円でもなる。90円です、はい、落ちてきます、ね、そこはベストだったのかな。でラストに油飯なんですね、はい、これが超美味しいんだけども、ちょっとやっぱ無料だからって盛りすぎちゃうとご飯、なんかこう楽しめなくなるんで、うん、そこは考慮しないと、うん、なるほど。で、ドッザンです。いや、素晴らしい。さあ、というわけで、はい、マチュアシレベルなんですけど結構強かったんで、うんうん、90点0枠出ました。95です。まあ、大盛りにしたからというのももちろんあるんですけども、うん、ね、この1個前に共同の二郎系あげてるじゃないですか、はい、はいはいはい、せいやさんの1号店って共同にあるんですよ。ああ、そうですね。そう、そうそう、そうなんだ。で、僕は前回の動画で共同が熱いって言ったんですけど、はい、実は上板橋も熱いんですよ。え、というと、あのですね、うん、ニカタツブログさんっていう、あ、ニカタツ、ニカタツさんってとこがね、あげてた安沢食堂さん、あ、安いにさわ、さわさわ、はい、ざわひらがな、うん、でっけえチャーシューと、うん、でっけえ目玉焼きがいっぱい乗ってる丼みたいなの、うん、出してるお店があって、うん、超有名なの、そこは。あ、上板橋に。そう、上板橋に。マシマシの感じでいくとそこはもう二郎系ではないんだけど、すごい真っ白なの、はい、で俺それ上板橋にあるって知らなかったんだよ、うん、だからちょっと番外編で行きたいぐらいね、いいなって思ったお店があって。いいんじゃないですか。上板今盛り上がってるじゃないですか。いやいや、まあ、まあ、確かにご存知、俺の中で、はい、もちろんですけど、でもテリー伊藤さんのね、唐揚げもあるし、あのね、あのなんだっけ、伝説の唐揚げじゃなくて唐揚げの天才か、唐揚げの天才、唐揚げの天才だ。てか上板さん行こうとするとあるから、うん、人形がね、人形が店頭に、はい、その時点で熱いってのが、ね、熱いよ、一目瞭然だぜ。でしょ、鶴屋さんもあるわけよ。あ、そうね、鶴屋さんね、この前先日挙げさせていただいた蒙古タンメン中本の本店もあんのよ。そうだ、駅前にね。そう、激アツなのよ上板って。なるほどね、うん、そう、イオンもあるんじゃない。あ、それですね、東武練馬駅です。あー、見つかった。あそこ他のとこで売ってないカルカンの子猫お店あるんだよな。そうなの、チキン味置いてんの。行ったんだ、行ったのよ。気に入ってるね。東武東上線僕結構使ってるんで、ね、あの見つけたら声かけてください。はい、以上です。ザキさんの方と同時にあげるんでよろしくお願いいたします。お願いします。ごちそうさんでした。